アンディダルトは、アンディダルトは、1820年9月29日から1883年8月24日は、フランスオシャルル10世の孫で、フランスブルボン家最後の王位継承候補だった人物である。レジテミスト、ブルボン王朝支持者たちからは、アンディ5世と呼ばれたが、王政復興を実現することなく没した。現在では、単にシャンボール博と呼ばれることも多い。 シャルル十世の次男ベリー公、シャルル・フェルディナント・両シチリア王女、マリー・カロリーヌの間に生まれた。父ベリー公はアンリが生まれる7ヶ月前に暗殺され、ブルボン王家直系の男子が途絶えると危惧された矢先に誕生したため、アンリは奇跡の子ともて生やされた。アンリは誕生から祖父の上位まではボルドー公の称号を持ち、亡命中にシャンボール城にちなんだ儀礼称号の シャンボール博を名乗った。1830年8月2日に、シャルル10世は、アンリのために王位を譲った。次の王位は、本来シャルル10世の長男アングレーム公、ルイ・アントワーヌ、ルイ19世が継ぐべきはずであったが、アングレーム公は、父、シャルル同様不人気な上に、子供がいなかったため、すぐさま王位であるアンリへの上位に賛同する宣言書に連勝を行った。 その時以降、アンリの支持者たちは彼をアンリ5世と呼んだ。シャルル10世は冒険オルレアン家のルイ・フィリップに自らの宣言書を会員で読み上げるよう依頼した。しかし、ルイ・フィリップはアンリを多い継承者とするという部分をあえて読まず、議会は多い継承者としてルイ・フィリップを指名した。こうしてアンリ5世の即位は立ち消えとなった。 シャルル10世以来ブルボン王家の一族は同年8月16日に亡命することとなった。1832年には、アンリの母、マリー・カロリーヌがフランス西部で反乱を先導しようとしたが、失敗に終わり逮捕されたが、裁判を待つ獄中で、マリー・カロリーヌがエットーレル刑事パンリ伯爵と秘密結婚していたこと、そして青年弁護士と恋愛の末に妊娠している、こ事らかになった。 これに起こったシャルル10世によってマリー・カロリーヌはブルボン家から絶縁されアンリとアネルイーズはおばのマリー・テレーズに養育されることとなったアンリは幼い頃からマリー・テレーズに懐いており成人後も一番頼りにしていた人物だったまたマリー・テレーズもアンリを我が子と呼び心から愛した1836年に祖父シャルル10世が没し、 1844年に、マリー・テレーズの夫であるオジアン・グレーム公が没すると、アンリは、ブルボン家の課長となった。アンリ五世の大官を目指すレジティミストたちは、7月王世紀、第二共和世紀、第二帝世紀を通じて、常に政権の対抗軸であり続けた。1846年、ブルック・アンデ・アミュアにて、裕福なオーストリアイコールエステ家の課長モデナ公。 フランチェスコ四世の長女マリー・テレーズと結婚した。婚礼には、先代のオーストリア皇帝フランツ一世の四人目の日、カロリーネや、当時の皇帝フェルディナント一世の日マリア,アンナら、多くの君主、王族が出席した。アンリ夫妻は、ヨーロッパの各地を旅し、国際的感覚を身につけ、各地の社交界で歓迎された。夫妻は、ベネツィアのカバリ宮殿を購入し、 数多くの貴族をもてなした。また、アンリ夫妻は、おばの勧めにより、ルッケーシッパリ伯爵夫人となった母、マリー・カロリーヌとその家族をよく訪問した。1848年2月12日に、パリで起きた暴動は2月革命となり、2月24日に、ルイ・フィリップ一世は退位し、3月にイギリスに亡命した。ベネツィア警察もアンリがスパイなのか、 または暗殺者から狙われているのかわからず、カバッリ宮殿を包囲した。米面では市民が放棄し、ウィーン、ハンガリーでも暴動が起きた。妻、マリー・テレーズは、この間、フランス国民がアンリを頼ることを望んだが、フランスからアンリを迎え入れる公式発表は出されなかった。1851年10月19日、おば、マリー・テレーズが死去した。臨終の際、 アンリに、私はもうダメです、と言い残した。マリー・テレーズはアンリを、指定遺言執行者権相続人に指名していた。1871年に、不仏戦争の敗戦を受けて、第二帝政が崩壊した。オット・ー・フォンビスマルクは、フランクフルト条約の交渉の下地作りとして、選挙を行わせた。この時の選挙では、王党派が、議会の多数を占めたが、レジティミストと、 オルレアニスト、オルレアン家支持者に二分されていた。しかし、この議会での王政復興を実現するために、両派で交渉が行われた結果、シャンボール博安理が、オルレアン家のパリ博、フィリップ・トルレアン、ルイ・フィリップ王の孫よりも、小順位が上位であるという合意がなされた。ただしこの時点で、オルレアニストと一部のレジティミストの間では、妻、マリー・テレーズとの間に、このいない、 アンリの後継者問題も認識さてはいた。ともあれ、1873年にはアンリのフランス王即位は必死の情勢となっており、意気揚々とパリ入試を果たした。アンリは王党派のマジェンタ公爵、パトリスド・マクマウン大統領に先導さて議会に入り、看国で迎えられる形で王,王として認められることを思い描いていたが、彼自身の顔面さがそれらを水泡に変えさせた。 アンリは王になるにあたり、復興世紀の白旗、フランス王国旗を捨てて三色旗を受け入れることを求められたが断固として拒否した。彼にとってそれを受け入れることはフランス革命の精神を継承することにつながったからである。かくして王政復興の最大の後期は去った。オルレアニストと一部の失望したレジティミストは、より駆け引きに長けたパリハクフィリップを 大位継承候補とするために、シャンボール博の没後に期待をかけることにし、ひとまずは、第三共和制に統治を委任することを決定した。しかし、十年後の1883年に、アン里が没すると、世論は、共和制容人が大勢となり、選挙でも共和派が多数を占めた。この結果、王政復古の望みはついえて、共和制の名が公的に現れるようになった。 1883年、亡命先のフロースドルーフで死去した。遺体は、ゴリツヤに葬られた。ゴリツヤは、第二次世界大戦後に分割され、その場所は現在スロベニアの都市の場ゴリツとなっている。アンリには、子供がおらず、シャンボール派組亡人、マリー・テレーズとレジティミストの一部はサリカ法に基づき、 スペインブルボン家のモンティソン博アン・カルロスをブルボン家系の長系継承者としてシャンボール博の後継者に選んだ。カルリスタのスペイン王位請求者、フアン三世でもあったモンティソン博はこれを受けて新たにフランス国王ジャン三世とも称することとなった。しかし、オルレアニスト側でもパリ博をフランス国王フィリップ七世として支持し、これを認めるレジティミストの一部もこれに合流した。 このことが両者の対立を煽ることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。